ポケモンと共に新大地方を巡る冒険の旅へ。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパール。幼なじみと一緒に近くの湖へと出かける主人公。そこで待っていたのはポケモンとの出会いでした。ポケモンを研究する七かまど博士に頼まれ、ポケモン図鑑を完成させる冒険が始まります。舞台はここ新大地方。巨大な山脈をはじめ草原や湖、山道に雪原など、自然の豊かさと厳しさを併せ持つ地方です。新大地方にはさまざまなポケモンが生息しており、場所によって出現するポケモンが異なります。ポケモンとのバトルは覚えている技を交互に繰り出し、相手の HP をゼロにすれば勝利。相手が弱ってきたらモンスターボールを投げて捕まえるチャンス。仲間になったポケモンは共に戦う心強い味方になります。新大地方の至る所で待ち受けるポケモントレーナーたちとのバトル。時には一緒に行動してくれるトレーナーとの出会いも。バトルの腕を上げたら各地で立ちはだかるジムリーダーに挑戦。ジムリーダーはそれぞれ得意なタイプを持つ実力者たち。見事勝利すれば勝者の証ジムバッジがもらえます。目指すはポケモントレーナーの頂点。冒険の途中、フィールドから行くことができる地下大洞窟。新大地方の全土に広がる広大な地下世界です。ハンマーやピッケルで壁を掘れば、貴重な道具やポケモンの石像が見つかるかもしれません。さらに自分だけの秘密基地を作ることも。またポケモンの隠れ家と呼ばれる場所では、それぞれの環境に息づいた珍しいポケモンに出会えるかもしれません。ポケモンたちとショーに出演できるスーパーコンテストショー。好きな衣装にドレスアップしたら、リズムよくボタンを押してダンス、技を決めてアピール。ベストパフォーマーに選ばれるとボールのエフェクトをカスタマイズできるご褒美がもらえます。冒険に役立つのがこのポケッチ。歩数カウンターやダウジングマシンなど便利なアプリをたくさん搭載した優れもの。冒険を進めると使える機能がどんどん増えていきます。ローカル通信やインターネット通信を使えば、他のプレイヤーと様々な遊びが楽しめます。たくさんのプレイヤーと交流してみてはいかがでしょうか。多くの神話が伝わる新大地方、そして悪事を企む謎の組織銀河団。伝説のポケモンをめぐり、物語はやがて大きく動き出す。
ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール。